エドワード・ソー・オンダイクエドワード・エル・ソー・オンダイクは、アメリカの心理学者、教育学者、コロンビア大学教授、連合主義の一形式である、結合主義の研究に独自に取り組む、教育評価の分野では教育測定運動の父と言われる、思考作語説が有名。1903年に、教育心理学を刊行。これは後に三冠本の大著となる。 教育評価の父としても知られる。ソーンダイクは、ウィリアム・ジェームズの本を読んで、心理学へ興味を持ち、彼のいるハーバード大学に進学したものの、児童を被験者とする教授法や学習の研究が難しかったため、動物を用いた学習研究を行うことになる。コロンビア大学に移り、ジェームズ・キャッテルのもとで研究を行い、動物知性動物における、 連合家庭の実験的研究マイナスで博士号を得る。この研究では動物の行動に過度に知的なものを読み込むのを今める姿勢が貫かれている。動物の行動は個々の行為を何らかの見通しのもとに言っているわけではなく試行錯誤に過ぎないということが彼の協調点であった。しかし試行錯誤ではあっても学習過程であることには変わりなく 試行錯誤学習という考え方は、スキナーのオペラント条件付けの知的基盤となった。また、コロンビア大学在職中は、日本からの留学生、新井鶴子を指導し、1912年に日本人女性初となる哲学博士号を授与した。この年、日本では女性は大学進学すらできなかった時であることを復帰する。問題箱は箱の中の紐を引くと、 扉が開くようになっている。その中に猫を入れ箱の外に餌を置く。猫は餌を取ろうとするが、取ることはできない。しかし、何らかのきっかけで紐を引くと、扉が開き、餌を取ることができる。餌を取るまでが一つの思考であり、被検体は、思考を繰り返すことで、ご反応が少なくなり、性反応に達する時間が短くなる。これを、思考錯誤学習といい。 この考え方を試行錯誤説という。学習は刺激状況と反応の間の結合が強められることによるとし、効果の法則、練習の法則、レディネスの法則によって説明した。レディネス、ありがとうございます。